大ギムス、本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPhone 13 Pro ついに発売日ということで届きましたので、開封正直レビューしていきたいと思います。まあ今回はですね、 iPhone この13 Pro 届いてですね、まあ1日ほどなんですけども、使ってみたもう感想ですよね。まあ感じた点とか、進化点っていうのをね、こちらは正直にねお話ししたいかと思います。特にね、今 iPhone 12 mini を使ってるので、そことね感じた違いですね、まあ12シリーズとまあどう違うのかっていうところだったりですね、そことのまあ比較しつつ違いを感じた点がですね3点ぐらいありましたんで、でまたちょっとまあ気になった点とかちょっと使ってみて感じたこともあったので、そこもあの包み隠さずね正直にお話ししようかなと思います。まあなので、ちょっと iPhone 選びのね参考にしてもらえればなと思います。こちらのチャンネルではですね、 Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですねだったり、ガジェットのレビュー動画っていうのは定期的にアップしてますんで、ぜひチャンネル登録して、ね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。もうほんとね、チャンネル登録していただくだけでも本当にもし死ぬのおー、喜びます。ありがとうございます。通知ベルオンにするとその最新情報がね、届きやすくなったりしますんで、コミュニティ機能で Apple 製品をはじめとしたそのお得な情報とかもね、受け取れますので、通知ベルオンにしてお待ちしていただければと。あと Twitter も日々タイムリーに更新してますので、こちらもね、フォローお願いいたします。開封の儀をね、この後ちょっとしていきたいかなと思います。こちらがあの箱になるんですけども、まあざっくりとした開封レビューですけど、まあ電源アダプターがね、ついてないのでやっぱ薄いですよね。まあ、シエラブルーにしたんですけども、パッと開けるとね、はい。さあ出てきましたよ。こちらにございます。シエラブルー。ブルーですね。ちょっとまあ薄い感じのね、ブルーなんですけども、まあもう開けてるんですけどね、ペリペリっと。まあしてやるっていう。まあ壁紙はこんな感じに僕はしてますね。まあ画面はまあまあ普通かな。まあノッチが一応ね、シリーズと比べたらちっちゃくなってるっていうね。横幅が。っていうのはあるんですけども、まあ、側面のこうステンレススチールとかはかなり質感はやっぱいいよね、このブルーの。めっちゃ、まあ、このギラギラしたのがまあ嫌いっていう人もいると思うんですけども、ただ結構指紋もね、目立ちますね、なかなか。カメラ部分がかなりね、まあ、大きくなってるっていうね、ところはあるかな。結構出っ張ってる感じはしますけどね。光の加減とかによって微妙に変わりますけどね。爽やかな印象ですかね、このシエラブルーは。まあ、120Hz はまあ割と滑らかっちゃ滑らかなのかな。と滑らかではあるけどね。まあ、デザインはなかなかいいかなっていうところだったんですが、ここから言うと使ってみて感じた違いですね。3つ。これ3つほどあるんですけども、まず1つがですね、120Hz のこのプロモーションのディスプレイですね。前回のものと比べて、60Hz から 120Hz のいわゆるあの滑らかな画面に、この iPhone 13 Pro の方から、プロのみなんですけどね、対応いたしました。まあ、これもね、ちょっと使ってみたんですけども、まあ、やっぱりこの滑らかさとかですね、まあ普通に普段こう使っていても非常にスムーズだなというか、なんか目のなんか疲れが軽減されるような気がします。割と感じたかなっていうねところですね。ただまあ劇的に感じたかっていうと、ちょっとまあ微妙な、ちょっとしかまだ使ってないところもあるんですけども、まあ YouTube の動画とか、まあちょっとまだゲームとかねがっつりできてないんで、ここら辺もね今後ちょっと比べてみたいかなと思いますね。ちょっと 120Hz に慣れて 60Hz とかね、こう 12 mini とか他のねシリーズも使うと、まあ意外とわかるのかなっていう。まあ可変式のね 10Hz から 120Hz ヘルズまでこれ変わるものではあるんですけども、ちょっと使った感じでもまあ分かったかなっていうねところではあります。2つ目としてはですね、この画面の明るさ、これちょっとあの外で、例えばあの外で歩いてね画面なんとなく見てたんですけども、やっぱりねめちゃめちゃやっぱ明るいですね。あの結構太陽のあの元とかでね、画面とか、まあ、12、これまあミニになるんですけども、まあ12シリーズとまあちょっと比べてねこう撮ってみたんですけども、最大輝度が1000ニットになって非常にこれ明るいので、外で見てもこう見やすいというか、室内とかであってでもかなりね見やすいんだよね、この明るいだけで。意外とここは違いをね僕は感じたかなっていうところですね。特にやっぱこう12とか12 Pro と比べても、比べたらまあ多少の違いかもしれないんですけども、他のモデルとかとね、まあ、例えばその iPhone 8とかと変えたら、これ結構ね意外と変わるんじゃないかなっていうところですね。まあちょっと地味なところであるんですけどね、画面の明るさって。まあでも画面ってずっと見ると思うんで、その画面周りの進化っていうのは結構ね感じましたね今回。最後3つ目としてはカメラ機能ですね。やっぱりこれカメラの性能っていうのはすごいね違いを感じたところと、まあ感じないところもありました。正直写真をね12 mini と比較してみたので、写真とかまあ動画性能をね見ながらあの説明したいと思うんですけども、1枚目が広角レンズで撮ったものなんですけど、ほぼ同じ価格からこれ撮ったんですけど、やっぱりねあのセンサーサイズが大きいからか、13 Pro の方はですね、ちょっとやっぱ後ろのソファーの部分とかが、まあ、結構ボケてるなっていう感じですね。まあパッと見はそんな分かんないんですけどね、やっぱ細かいちょっと解像度とかはやっぱ13 Pro の方がちょっと一眼レフっぽいっていうか感じはありますね。続いてはこれ iPad mini もね今日あの新型来たんですけども、まあ、ちょっとまたレビュー出しますけど、ここもねあの後ろのちょっと部分とかが結構ボケ感がねあるかなっていう。ただ
まあ、解像度はまあ大きくしてみたらね、まあ、比べたら分かるかなっていうところではあるんですけども、まあ、パッと見そんな分からないかなっていうね感じではありますね。続いて3枚目はこれ超広角レンズで撮りました。プロは今回かなり明るい F 値、明るく写真が撮れるようになってるんですけども、どうですかね、まあ、でもやっぱりセンサーサイズが大きいから超広角にしてもやっぱノイズが結構ね少ないのかなっていうところですね。12ミニもね、まあ、でも頑張ってるかなっていうね、まあ、ちょっとやっぱノイズは目立つかなっていうところですね。まあ、もっと多分暗い環境で撮ると結構変わるんじゃないかなと思います。超広角、もう一個ね外で撮ってみたんですけども、まあ、やっぱりちょっとね12ミニの方は若干やっぱこの歯の左上のこの歯が並んでるところとかはちょっとまあノイズが目立つかなと、まあ、真ん中の粒とかそんな変わんないですけどね、まあ、やっぱ細かい解像度とかやっぱ超広角でもね13 Pro の方がやっぱ綺麗かなっていうのはまあなんとなくわかるかなと、まあ、そんなでもめちゃめちゃ大きい違いかっていうとちょっとあれなんですけど13 Pro ではマクロ撮影に対応したんですけども、やってみたんですけど面白いですね。なかなか1枚目がまずね缶かな、缶のこの水滴で常時なんか飲みながら歩いてるんですけど、いつもすごいですね、結構綺麗にとか、まあ、ちょっとこの集合体恐怖症の人はちょっと気持ち悪いかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで撮れたりとか、一応最大で2センチまでいけるんですけども、まあ、こんぐらいの距離、一応12ミニだとこのぐらいかな、これぐらいの距離がまあ正直限界で、まあ、2センチなんでこれぐらいまで13 Pro だったら寄れますね。でちなみに同じように12ミニとか、あこれ12で多分寄るともうボケちゃうっていう、まあ、ピント合わないっていうね感じではありますね。実際に撮ってる様子なんですけども、こうなんか今切り替わりですね、この画像がね勝手に多分マクロモードにこれ切り替わって、はい、これ13 Pro の、ね、画面なんですけども、まあ、これで実際撮影してって感じですね。でまあ超広角とかこれあれかな、結構3倍にそうですねズームしたりとか切り替えですね、まあ、これ一応ワンタップで最大15倍までいけるんですかね、いけるんだけど、まあ広角ズームは3倍までなんで、3倍以上にするとちょっとまあノイズが目立つかなっていう感じではあります。まあ、結構やっぱ綺麗に見えるかなっていうところはありますね。で動画もね比較してみたんですが、まあ、そんなにね、まあ、一応13 Pro の方は光学式の手ブレ補正っていうのが、まあ、12 Pro Max に入ったやつですね、まあ、13 Pro にも入ってるんですけども、まあ、見た感じ、まあ、そんなわかんないかなっていうかね、画像、まあ、そんな綺麗さも一応 HDR かな、こっちはドルビービジョン、一応綺麗なもので撮影されてるんですけども、まあ、どうだろう、そんなに見た感じ分かんないかなっていうのが正直な感想ですね。ただねやっぱりこの13 Pro が非常にいいなと思ったのは、まあ、動画性能自体ビデオモードはそんな変わんないんですけど、シネマティック撮影、シネマティックモードっていうのがね、ちょっと後ろをぼかしてこの一眼レフみたいに撮影できるっていうね、まあ、あとピント合わせたりずらしたりっていうのができるものがついたんですけど、これちょっとねやってみたんですけど結構ね面白いというかね、思ったよりすごいですね。そんな僕期待してなかったんですけど、簡単にこれ撮影したもんなんですけども、まずこれでねこう橋の上からこう撮ってるんですけども、そうです後ろがちょっとボケてて、で向こうにこう合わせるとピントが向こうにこう行くんですよね。はい、これ別に僕何もしてなくて勝手にこう動かしてるだけなんですけども、はい、こう手前のちょっと石とかがねボケてると思うんですけども、川に今ピントが合ってます。でこっち戻してくるとこの岩にねピント合うんですよ。はい、そうですね、こうやってシュッてやったらいい感じにピントをこう切り替えてくれるっていうね、まあ、まだまだちょっとね細かい部分はねなんかうまく切り替わってないところがあるんですけども、2つ目がちょっとまあズームしてこれ撮ったんですけど、3倍ズームも撮れますね。なんか、はい、こういう感じで結構見た目、はい、でこう iPhone 出てくると、で被写体出てくるとこうピント合わせて、後ろこれボケてますよね、まあ、ちょっとやっぱね怪しいですけどうん、まあ、こんな感じ、普通にね別に僕何もしてないんですよ、別にフォーカス合わせようとか一切してなくて、これ勝手に自動でやってくれます。はい、で3つ目でもう一丁いくと3倍ズーム、これもなかなか綺麗なんですよね。結構まあズームすると、まあ、ただちょっとねズームすると、まあ、シネマティックモードだとなんか手ブレ補正があんま効いてない気がしますね。これすごいですよ、奥にちょっとおじいさんごめんなさいって感じなんだけど、はい、それで手手前にしたらこう手すりのとこに今ピントがあって、で葉っぱにしたら、まあ、これはちょっと難しいのかなって感じですけどね、まあ、葉っぱにこうフォーカスがあって、はい、で奥の方にもねやったらフォーカス合うんですよ。で多分被写体近づいてきたらこう前にねあったりとか、でちょっと皮のねこう奥の方とか、3倍にまたこうねズームするだけで画角が変わるだけで結構なんかね全然変わるなっていうね感じなんですよね。これちょっとさっと撮っただけなんですけど、結構まあ世界観が変わるというか、
めっちゃいいなと思いました。こんなの簡単にできちゃうんだなと思って、ちょっとこれだけだと分かりづらいと思ったんで、一応12ミニと同じ状況でねこう撮影してみたんですけど、シネマティックありなしで、なんでこう後ろちょっとボケてるのが13 Pro の方ですね。いや、なんかいい感じに映るんだよね。はい、まあ、こういうキーとかに今フォーカス当たって、片方の方は全然ねボケてないんですけど、でこっちあんまりでも距離が近いとは変わらないですね。ボケたりはしないんで、すごいですね。この後ろの背景の方が家とかね結構ボケてると思いますね。普通に撮ると全然ただの映像なんですけど、でこう寄っていくとそっちにフォーカスが合うっていう感じですね。まあ、撮影、まあ、しながらも焦点合わせる合わせないみたいなのもできるんですけどね。あと、まあ撮影した後でも編集とか普通にできますね、これ。これなかなかすごいっすよね。なんかいい感じに撮れるんだよね。やっぱ後ろ結構ボケてますね、これ今。はい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 、っていう感じで、いや、シネマティックモードは結構面白いなと思いました。まあ、一応13 Pro とかでなくてもですね、13とか、13 mini の方のモデルでもこれシネマティックモードはね、まあ、使えるので、まあ、ただこのライダーセンサーっていうね、奥の、まあ、深度を測るセンサーが、まあ、13の方はついてないので、まあ、そこら辺のまあ精度っていうのはどうなのかっていうところはありますけども、まあ、そんな変わんないんじゃないかと思いますけど、実際。はい、まあ、一応モードとしては3倍と、シネマティックだと1倍と3倍のみですかね。はい、まあ、画角の変更とかも、まあ、一応できるかなと。まあ、3倍とかだと ある程度まあズームはできるんですけど、まあ、超広角にして、まあ、3倍にしてみたいな、まあ、まあまあこんな感じですね。まあ、そんなに、まあ、15倍にすると結構やっぱりねあれしちゃうと、まあ、ビデオはもう一緒なんですけど、まあ、シネマティックだとこの1倍、まあ、普通の場合普通の画角と、こうですね、で3倍になると結構まあ変わりますよね、画角が。まあ、ちょっと寄ったなんかねおしゃれな映像ができるっていうね。はい、まあ、ちょっとまとめてみるとですね、まあ1日使ってみた感想としては、まずね、画面のこの 120Hz の滑らかさっていうのは、まあ結構僕はいいなと、やっぱりいいなと思いました。まあちょっとやっぱりその目の疲れがマシになるような、まあ、実際効果あるのかちょっと分かんないですけど、僕の主観だとね、はい、まあいいんじゃないかなと。2つ目としてはこの画面の明るさですよね。やっぱその12シリーズとかと比べても、まあ僕は結構違い感じたというか、まあ1000ニットとこっち何ニットかちょっと忘れちゃったんですけども、まあ外のね太陽とか結構がっつり当たった状態でもね、全然見えましたね。で最後は3つ目としては、さっき言ったね、カメラ性能に関してですね、うん、やっぱセンサーサイズとかも大きくなってるんで、まあ、ボケ感とかね普通の写真でもねやっぱちょっと増えているかなっていうね、プロモデルでも、まあ、解像度も、まあ、ちょっとやっぱ綺麗になってる感じしたし、あとまあ超広角もね、まあ、やっぱ明るくね結構撮れてるんじゃないかなと思いました。まあ、ただ劇的に変わったかっていうとそんなことはないかなって、まあ、比べたら分かるかなっていうところかな。はい、まあ、写真のこれ好きな人は結構、まあ、いいんじゃないかなと。あとまあマクロがね増えたりしたので、まあ、マクロ撮影がまあ増えたりしたりとか、まあ、ズームもまあ多少まあできるようになってるので、まあ、やっぱ選択の幅っていうのは、ね、結構広がったかなって思いました。まあ、撮っててちょっと面白かったです。はい、まあ、そんな僕もスマホで撮る感じじゃないんですけど、普通のまあ動画性能とかに関しては、まあ、そんな大きな違いはないかなっていうね、うん、思いましたね。あんまりどうなんだ、光学のこの手ブレ補正センサーシフトなんかあんま聞いてんのかな、これもしかして写真だけかもしれないですけど、どうなのかって感じですが、まあ、ただこのさっき見せたそのシネマティック撮影に関してはこれはちょっとねいいなと思いましたね。割と本当に簡単になんかちょっと映画っぽいというか、なんかおしゃれな映像が動画とかがね簡単にこれ撮れちゃうんで、まあいいなと思いました。はい、本当にまあ僕ここなんか動かしてただけなんですよね、マジで。ただまあ一応ねここもデメリットはあって、まあ 1080p ですね、まあフル HD、まあ、4K とかは撮れなかったりとか、あと一応まあ 30fps までとかですね、あとまあ手ブレ補正がちょっとねなんか弱いな、ブレてる感じがね感じました、普通のビデオの時と比べたら、シネマティックモードの時は。はい、まあなんでちょっとこれまあ今後のアップデートで、ね、ちょっと改善ねしていくんじゃないかなと、いろいろね選択肢が増えたりとか、まあそこら辺に期待したいかなと思います。まあ他ちょっと気になった点だと、まあ、慣れの部分もあるんですけど、本体はねやっぱプロちょっとやっぱ重いなってね感じましたね。まあ、僕は一応12ミニにね慣れてたっていうそういった反動もあるとは思うんですが、まあ、ただこの重みが結構いいっていう人とかもいるんでね、まあ、できればちょっと触って、まあ、持ってみてから購入決めるのもいいのかなと。あとまあ結構この側面のまあステンレススチールがですね結構やっぱね指紋が目立つなっていうのは、まあ、これは、まあ、前のモデルからそうなんですけどね、まあ、ね、今のところはそんなもんかな
なって感じですかね。気になったところは。はい。ということでまたちょっと使い込んでみてね、レビュー動画上げたいと思いますので、あとは iPad mini もちょっと届いてるんで、ぜひこちらも気になる方はぜひね、今のうちにチャンネル登録してね、お待ちいただければと思います。あとグッドボタンお願いします。はい、いつもありがとうございます。コメントもお待ちしてます。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。